なんで斉藤さんそんなみんなが大歓迎していいねいいねって言ってるこの18歳選挙権にいきなり、はいはいはい、逆張りをされてるんですか。あ、逆張りってわけではないですが根拠がないっていうかですね、うん、まず第一にその下げれば自立が促されるという発想は現在の20歳の若者を見れば一目瞭然ですよね、本当に彼ら自立しているか我々が自立して大人の人を扱っているかといったら全然そんなことはないわけで、思春期扱いです事実上はね、20歳の若者なんてのは。だから18歳に下げたところでそれが変わるわけではない。だから自立を促す可能性は限りなくゼロに近いと思ってます。それからもう一つはその、まあ、欧米並みという発想ありますよね。欧米はみんな18歳だから日本もそうすべきと、はいはい、欧米には16歳の動きも今イギリスもね16歳になろうとしてますけれども、これはですねやっぱりなんて言いますかね、日本 の, そのせい、まあ、今回選挙権ですけども、うん、これはおそらく将来的に成人年齢引き下げにつながる議論ということで考えると、うんうん、これは一見権利を拡充するかに見せかけた、うん、負担とか義務のですね、うん、拡充に過ぎないと私は思うんですね。だから見かけ上はその選挙権が増えますよとかねいいこと言ってますけれども、うん、実際に付与される権限はそんな多くない代わりに、うん、まあ、少年法なんかもそうですし、あらゆる領域でいろんな義務が彼の背中にのしかかってしまうということを考えるとですね、個人をサポートする体制ができてない今の段階で、そういう、こう負担だけが増えるようなことを容認していくと、ますます今でさえ弱者化している若者がますますそれこそ世界的に排除されてしまうという懸念を、まあ、私は引きこもり専門ですからそれを感じないわけにいかないんですよね。村井さんはじゃあちょっとその今の総論に対して最初の総論的にはどうですか。その今最初第一としておっしゃったね、うん、自立を促さないだろうということと、はい、あと2番目におっしゃったね、基本的に自己責任論のですね、うん、その要するに蔓延の中でね、その自立できない人たちが、まあ、放置されるだろうというね、うん、つまり丸一と丸二っていうのはすごく密接に関係しているわけですよね、はい、その意味で言うとその一見そうは見えないけれど、ある種新自由主義家の極致とも言えるような展開だというふうにおっしゃったわけです ね、うん、なるほどね。日本はまあ、OECD 加盟国の中で唯一その若者とかですね青少年担当の省庁が存在しない国なんですね。子供家だけあるんですよね。そうそうそう、はい、でどうしてるかといったら内閣府と文科省と厚労省縦割りで無駄な統計とかいっぱい出してるわけですよ。非常にあれはしかも相互に連携してないので、あとから出てくるかもしれない引きこもりの統計なんか2種類もあってですね、すごい無駄遣いをしてるわけですよね。そういう統計調査だけでとってもですね、そういうこうサポート、手厚いサポートの状況が全然恒常的にない中で、まあそういうふうにより早い段階でこう寒風吹きさぶ中に掘り出すようなことをしてしまったらですね、結局は、まあ、今すでに増えつつあるヤングホームレスが増えるか、もしくは、まあ、引きこもりが増えるか、いずれにしても社会的排除されてしまう若者の数がますます増えるということはもうほぼ確定的に明らかと。これは投票権だけじゃなくて、まあ、成人を適用した場合っていう意味ですか。そう、さっきのあれ見ても分かる通り、大人なんだからもっとこういう義務を背負いなさいという意識が強いわけですよ、うん、これはだからそのちゃんとサポーティブな大人が周りにいる若者ではいいんですけど、そうじゃない大人もいっぱいいるわけです、うん、特に児童虐待防止法ができてからですね、虐待件数5倍に増えましたけれども、要するに子供を大事にしない大人がいっぱいいるわけで、そういう大人のもとで育った青少年はまず家から出されてしまう、もう大人だから出てけってなってしまいかねないし、もう18歳だから、あるいはもう女の子だったら、もう水商売行けとかですね、いろんなプレッシャーがかかるかもしれないと、そういう商売する年齢も下がるかもしれませんよね、そうなってくると。そういった意味でもすごく厳しい環境に弱者化した若者がさらされるという状況が確実に起こるだろうと私は思うんですよね。なるほど。日本はもともと家の中でそういう、まあ、人たちをサポート、家族がサポート、親がサポートしてたと。伝統的に日本は弱者保護を家庭に任せる文化なんですよ、うんうん、かつては精神障害者、うんうん、座敷牢が戦後昭和25年まであった国ですから、うんうん、それは何でかというと病院がなかったからなんですよね。病院できたら途端に収容主義になっちゃって、今世界一病床数が多い国に変わっちゃいましたけど、かつてはその政府が自分たちで病院建てないで家庭で見てくれと、警察に届けたら OK にしてやるからってことで、非常に人権を無視したそういう政策がまかり通っていた時代があって、最初は精神障害者、次高齢者ですよね。高齢者は家庭で介護してくださいということで、やっと
介護保険が成り立ってから多少はマシになったということはあるかもしれませんけど、で今まさに若者なんですよね、弱者化した若者が家庭のまあ負担になってしまっていると。でそれぞれの家庭でよろしくやってくださいという話になっているだけで、あの制度は作れませんという感じがずっと続いてますね、今でもね。まあ、18歳の選挙権の話というのでね、はい、あのまあ、いくつかいいことをいろいろ言われていて、うん、それはあのもしかすると一部、あるいはもしかするとマジョリティの人にはそういうメリットもあるのかもしれないけど、そこからこぼれる人が、ね、まあ、こぼれる人が悲惨なことになると、悲惨なことになるという意味で、はい、まあ、その延長で、まあ、その引きこもりっていう話で、要するにサポート体制がないっていう話だったじゃないですか。それは引きこもりについてもそれは同じことなんですか。やっぱそれがその社会としてサポートする体制が、それは国って意味でも地域って意味でもないっていうことが今の現状なんですか、これは。そうですね、うん、あの最後ちょっと触れましたけど、ホームレスだったら可視化されてますから支援しやすいんですけど、あの引きこもりっていうのは家族が壁なんですよ。壁ってことは支援を阻んでるんです。外に言いたくないと、あんまり、うん、いることをばらしたくないし、外からの支援も受け入れたくないのが本音だったりするわけで、だから実際その問題が起きてから受診行動に至るまで平均7年かかるというデータもあってですね、非常にあのスティグマ性が引っかかりになっていてですね、支援を拒むという状況もある。まあ、さっきのだから精神障害者、高齢者と同じ問題で、あの家族の壁だからこそ高齢者が亡くなってもね、年金受給するために亡くなることを隠蔽するみたいなのあったじゃないですか、うんうん、そういうことが引きこもりの場合も起こっていて、あの隠蔽されてるし支援も届かないという状況、これはでも国がずっと家族に委ねてきたことの後遺症でもあるわけですから、うんうん、一概に家族を責められない点もあるんですけれども、うんうん、先ほどちょっと僕が申し上げたね、あの恋愛にコミットしない、あのどこが悪いか分かりましたけど自分にはもう無理ですっていう人たちの一つのね、あの背景として、そこにもう実りを認めていないとっていうことがあるかもしれないっていうふうに申し上げた。そこでもちょっと関係するんですね。あのそこまでして例えば引きこもりを含めた人間たちをどんどん排除してね、しかしある種ここでの今ここでの戯れにね興じているような人間たちが溢れてるこの社会ですよ。そんな社会にね、その戻れって言ったって戻るっていうね強い動機づけ、そう、確かにそうしなきゃ食えないとかね、そうしなきゃ死んじゃうよっていうのは、まあ、ある種のマズロー的に言えば低レベルのね欲求に訴えかけるっていう説得性はあるのかもしれませんけれども、しかしそれはある種まさに物理的な有効性であってね、あの人間の尊厳という観点から見た場合にどうなんだろうか。まあ僕だったらそれはクソ社会っていう言い方で言ってるけど、クソ社会に適応してねそこへ生きれるようになるっていうことに、その意地悪な質問だけど、斉藤さんがそれほど価値を置いているとも思えないんですよねで斉藤さんの中でそれどういうふうに処理されてるんでしょうね。誤解なきをお願いしたいのはこちらは